はい、こんにちは、カエルです。2日連続の投稿になりますけれども、ちょっとね、今日は今いつもとちょっと変えて、はい、実はですね、ちょっと前にですね、チャンネル登録者数1000人超えてたんですね。で、なんかもう7月末に YouTube 側で強制公開されてしまうので、まあもうその前にですね、まあ、1000人いったので、皆さんにですね、ちょっとお礼の動画とか、ここに至るまでの道のりとかですね、まあ、なんでカエルがこんな YouTube 始めたのかとか、まあ、興味ない人は見なくていいんですけれども、はい、ちょっとそんな説明をしたいなと思っています。はい。ということで、今ね、本当は1120人ぐらいまで行ってんですよね。ただ、周りの人の YouTube はすぐ1万とか5000とか行ってて、もう半端ねえなって感じなんですよね。でも、いや、本当1000人行っただけでもう、すごい感謝ですね。はい。こうですね、はい、多分ね、ちょっと前にある若夫婦にイデコと兄さん何買ったりですかって、6月末ぐらいにやって、動画でね、ぴったりこれ記念に1000人ぴったりのスクリーンショット撮っといたんですけれども、この時に行ったんですよね。はい。で、まあ本当感想としてはね、もう会社員40代後半のおっさんが動画で注目を集めるっていうのがいかに大変かっていうのが本当によく分かりましたね。なんかね、こう過激なこと言ったりやったりしたり、なんかこうわざとこうトラブルみたいになってしちゃうっていうのは、ね、なんか気持ちわかりますね。まあ、彼はちょっとね、ストレスになるからやりたくないんですけどね。で、本当ね、バイトで若いモデルさんと声優を取ったら内容一緒にあっという間に言ってたんだろうなって思います。はい。だからもういかにね、このコンテンツ力、魅力が大事なんだから、やっぱり芸能人とかやっぱプロの方って、見せるプロの方ってすぐやっぱね、まあもともとファンの方がいるからでしょうけども、すぐ何十万とかね、行くのはあれ本当すごいなと思いましたね。もうやってみて分かりました。はい。で、今日はね、まあ、カエルのことで、まあ、これ なんでカエルになったのかとか、なんで YouTube 始めたのか、1000人に至る奇跡ですね、あと再生数とコンテンツとか、まあ、今後についてですね、ちょっと紹介したいなと思います。はい。まあ、自己紹介でなんで変えるかって、まあ、都内の会社に所属するローンは決まってる、いつものパターンで説明してるやつなんですけれども、はい、都内在住某企業の某管理職の、はい、おじさんになっております。で、まあ、体力の、ね、限界、まあ、やっぱり、ね、昔みたいに、ね、動けないんですね。よくあちこち痛くなったりしてね。で、何かあった時、まあ、会社から放り出されたりとかね、いろいろあるかもしれないんで、まあ、老後に慌てない、その時にね、まあ、他の人に迷惑かけないで、まあ、ちゃんとね、こうひっそり生きていけるように何か自分で準備しないとなとか、はい、思ってちょっとこうやってみようかなと思ったんですよね。で、まあ、今はまあ、ちょっと海外ね、最近来てないですけど、海外とか国内旅行、まあね、こう旅行は本当行ってみたらいいなと思いますよね。はい。あとね、仏像好きなんで、お寺巡り、読書、ゴルフ、投資などなど、まあ、投資はね、趣味じゃないんだけど、まあ、半ばね、なんかこういろいろ調べてたり、あ、こんな仕組みすごいなと思ったりするので、半ば趣味みたいになってるんですけども、まあ、今後の生活とか人生のためにね、こういろんな、はい、趣味とかをいろいろ探してるっていう感じですね。はい。でね、これなんで変えるかっていうと、実はね、カエルがね、知らないところで知り合いの間で人伝いでなんかね、自分のことをなんか空想上のカエル王子みたいななんかそんな風に言われてたらしいんです。なんつうんですかね、白いスパッツみたいなの履いて、フリフリのなんかズボンみたいのを履いて、なんかマントと冠被ってるみたいな、謎のこう想像の生き物みたいな感じで知らないところで語られてたっていうのを聞いて、まあ、なんでそれでカエルでいいかなって、まあ本当、まあ意味ないですね。はい。まあそんなことでした。はい。まあなので、はい、そういうような理由で一旦カエルって名付けたら一旦そのまま来ちゃったっていう感じですね。はい。そんな感じでした。で、なぜ YouTube を始めたのっていうことですよね。まあ最初はね、まあ確かに最近テレビってなんかバスとかなんかタクシーとか電車に乗って旅行するだけとか、海外の動画流すだけとか、もういろんなコンプラとかがあって昔みたいにできないじゃないですか。だからもうなんかつまんなくなっちゃって、で、むしろね、みんな YouTube とかに主戦場を移してて、まあ最初はね、両学長とかあっちゃんとか、あとは旅行とかね、趣味の動画を、まあ、見るだけだったんですよね。ただね、まあいろいろちょっとね、こう、まあ時代が変わってんだなってちょっと思ったので、やっぱ自分でやってみないと分かんないなこれって思ったんですよね。で、最近のね、若い人、まあ、会社に、ね、入ってくる人は家にテレビがないと、Netflix と YouTube とかだけらしいっていうことだったんですよね。で、これをね、いや最近の若い人珍しいね、家にテレビないんだってとかね、
これをこう最近の若い人が珍しいねって思ってる時点で終わってんなって思ったんですよね。まあ、要するに時代がそうなのに自分だけが遅れてんだなって思ったんですよね。だってガーファムはね、見れば明らかにそういう時代ですよね。広告ビジネス、スマホとかでやってて、もうあの動画配信とかコンテンツですよね。だからもうそういう時代なので、それをやっぱ身をもって経験して学んどかないとなんかついていけないな話にもと思ったので、まあ、ちょっとねそういう意味でちょっとやってみようかなと思ったと。はい。でもう一つはね、社畜クソ上司、会社からの脱出とかね、まあ、そう言われる側の人間なんですよね。もうファイヤー系の動画を見るとね、なんかもう自分のこと言われているようでね、若い方がねこうもう社畜から逃げ出してクソ上司と会社から脱出したいとか聞いてるとね、なんかこう自分の子が言われてるまあ思っちゃうんですね。っていうのもね、カエルね、ちょっと部下がね100人ぐらいいるんですね。だからあんま話したね、こうあんまりじっくり話せない人とかもいて、なんかねこうみんなどう思ってんだろうな本当はって思う時多くて、やっぱりそういう時にこうやっぱもう今って現代の職業観が違うんだなって思ったんですよね。でまあ、長く働いてね、昔自分の親の世代は定期金利が 5% とかね、そんな時代だったから、まあ、銀行預金に預けてても複利でむちゃくちゃ資産が増えて退職金もね入ってくるみたいな、まあ、そういう時代じゃなくて、まあ、会社だけに頼ってられない現在の状況で、まあ、これからね長く働いていく人の考えとか、まあ、副業とかねやっぱすごいじゃないですか。 YouTube 見てると、まあ、こんな稼ぎ方もあるのかっていう、まあ、その世の流れも理解しないとなんかね自分だけ全然考えが昔ながらで違って、周り全員全然考え方違うのに、それ抗ってもねもうなんか時代遅れな人になっちゃうなと思ったんですよね。でまあ正直 YouTube で成功できる人って絶対優秀なんですよね。これ自分ではやっても分かったんだけど、まあ、まず企画力があるし、資料作成できるし、ある意味こう広告とか機材にも詳しいし、やっぱ時間のマネージメントもできるし、リサーチして何が受けるかって必死に調査してるっていうことだと思うと、絶対その人仕事できるんですよね。だからもうそういう人はね、短期間でむちゃくちゃ稼いですごい給料を会社からもらって、それでスパッてファイアする、まあ、そういう人が増えれば増えるほど、ね、会社とかの業績のパフォーマンスも上がるだろうから、まあ、絶対そういうのもいいのかなってまあ思ったっていう感じですね。はい。で3つ目ですね、はい。まあ、今後の生活の趣味の流れで何か役に立てばと、まあまあ、趣味ねいろいろやってるんですけど、やっぱりこう旅行行ったとか、なんか本読んだとか、ゴルフやったとかね、まあ、そういうのって、まあ、自分の中で収まっちゃうと、なんかねそれをこう YouTube とかに発信して、やっぱり自分もねなんか東南アジアのミャンマーとかラオスとかね、ああいうとこ行くとき情報少ないから、やっぱ YouTube でとかブログでねよく見て、あここのホテル良さそうっていうのはよくねあったんですよね。だから、まあ、そういうのね情報発信とかをしたいなってちょっと思うので、まあ、そのスキルを持ってると楽しそうだなと。で、まあ、今もね仕事しながらもう土日にねこうちょっとこういい気分転換でできたりしているので、はい。まあ、そういうのでもいいなと思ったと。でやっぱりねこう頑張れば頑張るほど収入が増えるっていう副収入につながるモチベーション、生活の張り合いになればいいなって思いましたと。まあね、こう将来、まあ、今のその60代70代って普通にスマホ皆さん結構使ってるんですよね。まあ、中身の仕組み詳しくないとしても普通に使いこなしてると。だから自分もそのね引退とかの年代になった時に、なんかねぼーっとしちゃわないように、まあ普通ねこう頑張っても頑張ってもうまくいかないことって多いですよね。いろんなねこう人間関係があるからね。でもまあ YouTube とかそういうのってもう自分だけ頑張れば頑張るほど結果が出るんだなっていうのってあんま世の中ないじゃないですか今。でもそういうのが一つの張り合いになるし、趣味が生きればいいなと思ってます。まあいろいろね上理由1理由2はそれっぽいこと言ったんですけど、まあこれが理由としては一番、はい、大きいかなと、はい。まあ将来のためっていうのが多いですね、はい。でまあこの1000人への奇跡ですよね。まあ本当ね最初やってみようかなってちょっと軽い気持ちだったんですよね。でなんかあれもこれもとかって実は別な旅行チャンネルとか持ってもうそっち放置したんですけど もう最初は、ね、全く意味不明でしたね。チャンネル登録した時になんかここ設定しろここ設定しろとか全然わかんないからもういろんなの調べながらで、チャンネルの作成方法も動画の作成方法もそれ登録したりアップロードする仕組みなんか途中で止まっちゃったりして、
やっぱあの YouTube やってるとアップロードした後いろんなチェックとかが走るから待たなきゃいけないんですけど、あ、なんかフリーズしちゃったよとかつって何回も何回もやり直しちゃって1日の上限超えちゃうとか、 YouTube スタジオの使い方なんて、まあ、今はねなんかすげえよくできてんなこの仕組みって思うんですけど、もう全然わかんなかったんですよね。はい、だから本当大変でした。でもね、最初の動画はもう黒歴史ですよね。はい、なんで一発目でなんか毎月家賃収入ゲットリートでって、まあ今もねこの銘柄持ってね、やってますけど8ヶ月前ですよね。200回しかまだ再生されてないですね。はい、だからまあテーマとしては悪くないなと思うから、まあ過去の動画と同じネタでもう一回リニューアル、もう一回ね昔の動画消してやり直してもいいかなって思うんですけどね、自分をこういう時代もあったんだっていう反省のためにね残してあるんですけどね、なんか、はい、よくわからない感じでした。で2021年11月1日頃ですねからスタートして51本目、8ヶ月でようやく1000人達成でしたね。はい、でこれその時々の登録者数なんかですけども、最初もう1人とかで、その1人すぐいなくなって、次もう1人登録されてまたいなくなって、もう最初の 2ヶ月ぐらいもう10人とかだったんですね、チャンネル登録者数。いやだからもう本当ダメかなって、これなんかこう1000人行く人とか違う人種なのかなってねちょっと思ったりして、まあでもねこう頑張ってこれ継続すればいいかなと思ってね、こうたまにこうここら辺ですねドーンって伸びて、また減ってね、増えたり増えたり増えたり減ったりで、まあ何個かねこうヒットする動画があって安定的にこう増えるようになってきたとか。でも今でもまだ油断できねえなって思う、ちょっと怖いですもんね、いきなり人減っちゃうんじゃないかなって思うと。だからやっぱねなかなか大変でしたね。なんかすごい 2,3 ヶ月でクリアしちゃう人っているんですよね。なんかすごいなと思います。はい、1000人への奇跡その2、もうね機材ですよね。なんかすごい YouTuber のデスクツアーとか見ると、なんかすごい Mac があって、なんかすごいなんていうんですか、スタンドのマイクとかがあって、なんかカメラも一眼レフのねなんかすごいのがあって、すげえなと思ったんですけれど、まあ、カエルはねもう iPad Pro 12.9 で、しかもこれ M1 チップでもないすげえ昔のやつでパワポ作って、でまあ今使ってない iPhone 12 Pro Max でクリップですね、はい、それでミー文字で録画しながら、一応音は良くなきゃダメだなと思ったんで、手話の MV88 マイクを使ってました。だから MacBook すら使ってないですよね。はい、クリップス、パワーポイントと、あと編集で iPad のみでルマフュージョンで作成編集してるんで、まあ大変ですよね。はい、でまあ未だに何が正解かよく分かりません。はい、でクリップスで撮るとミー文字ってなんかパワー使うようで、最後になんか謎に保存できなくなってたりして再撮影するんですよ。で20分とか30分の動画ずっと喋った後に動画消えるんですよ。でもう一回撮り直してって、それね 2,3 回繰り返す時あったりして、もうね気が狂いそうになります。はい、ここねなんかこのミー文字の撮影をねもうちょっとMac につなげてクイックタイムでっていうのはあるんですけど、なんかねうまい方法安定してやりたいなと思います。でミー文字ってやっぱねパワー使うのか、長時間撮影すると iPhone がねものすごい熱くなるんですよ。でこれね保冷剤で冷やせないとなんか熱暴走するんじゃないかなと思って、ファイル書き出すときはね保冷剤の凍らしといた保冷剤の上に乗っけてファイル出力するとか、これね謎の努力もやって運用してますね。はい、でパワポもねやっぱパソコンのパワポと違って、やっぱ iPad のパワポってちょっと機能少なくて、段落の行間とかねなんかこう機能足りなくて結構大変ですね。はい、でカエルはねこうちゃんと台本とか作ってる暇ないので、一旦ねパワポ作ってもうそれを見ながら喋るって、もう一発撮りのこうフリースタイルです。はい、なのでもうちゃんと台本作ってやってる人とかすごいなと思います。だから何ていうんですかね、カエルのこのパワポはある意味台本代わりみたいになっちゃってるんで、文字多めになっちゃうんですよね。すいませんね、見づらくてね。はい、でまあこのスタイルに行き着いて落ち着くにも、このスタイル、この左の形に固まるまでもうむちゃくちゃ試行錯誤でしたね。はい、なのでこれからねいろいろチャレンジしたいっていう人はこういう方法もあるよっていう、まあ一つのねこうあれになればいいですね。カエルをこうミー文字でパワポだから動画もないので、まあそんなにねこう一眼レフとかはいらないんですが、はい、まあそういう感じでありました。で再生数とコンテンツの葛藤ですね。まあ、結局受けて再生が回るコンテンツと知ってほしいことは別物なんですよね。だから本当積み立てNISAとか
かあの VYM、SPYD、HDV とかってやるとね、やっぱ再生伸びるんですよね。ただもうそれって誰でもやってるコンテンツで面白いのかなって思ったりするし、やっぱね、再生稼ぐためね、暴落とか下落とか、やっぱそのネガティブ煽り、やっぱみんなそれ心配で見るじゃないですか。でもなんかそれで再生稼ぐのも本当、なんかね、人心配させて、いや実は大丈夫ですよみたいな、なんかそういうのもしたくないなって思いつつ、すごい葛藤はありますよね。はい。で、結局そこ、先ほどのコンテンツ作ってアップロードして、あ、伸びたこれっていうやつと、チャンネル登録が増えたなっていうやつってこれでしたね。なんかね、まあやっぱりこの分配金配当金の情報って皆さん知りたいんでしょうね。でこれ自分もよくそういうのを見てたので、これは今年の1月2日にお正月に公開した、これすごい伸びましたね。だから、まあ、こういう情報はやっぱり他人でどうなんだろうって、実際に投資したらどんぐらい入るんだろうってやってみなきゃ分かんないことがいいんだろうなと思いましたね。であとは高配当 ETF、 米国ETF でこんなやつだとこんな感じですよとか、やっぱり ETF って調べるの大変ですよ。特にアメリカってむちゃくちゃあるし、日本の証券会社で買えたり買えなかったりがあって、で買える楽天証券で買えるのこれですよみたいな感じでやってるので、まあ、それが多分一つの参考の情報としていいんだろうなと。でこれ YouTuber が選ぶ米国高配当 ETF、まあ、これね、日本の YouTuber だけじゃなくて海外の YouTuber が進めてる米国 ETF 何なんだろうなって調べたら、なんか日本と全然違うなと。特に、ね、前回の昨日の動画でもやったように SPYD って全然進めてなかったんだなって思って、新たな気づきが得られたと。で、まあ、これもねすごい再生回ったので、あ、多分こういう海外のこととか、なかなかね調べるのに時間かかるし、英語でめんどくせえなみたいなのもあると思うので、まあこういうのも人気あるんだなと思いました。あとね、国内高配当 ETF ですね。まあ国内の高配当 ETF ってまだね歴史が浅くてなかなかいいのなくて、米国 ETF みたいに選択しないんですよね。だから結構皆さん探してんだろうなと。で今でも買えるって、今個別株10銘柄でやってるんですけど、やっぱそれをね今一応20銘柄ぐらいピックアップはしてるんですね、高配当のいろんなやつ。ただこれ20銘柄とか自分がねこうもっと年取ったらもう管理しきれないだろうなと思ってて、やっぱ個別じゃなくてやっぱり ETF がいいのかなとか今でも迷ってて、多分それと同じ思いの人が多いんだろうなと思って、はい、まあ、これも多分受けたんだろうなと。でこのレバナスですね、まあ、これはレバナスブームでいろいろあって、まあ自分も興味があったんでちょっと取ってみたと。で金融庁がねこうレバナスダメだって言ってるよみたいな話があって、じゃあ本当に金融庁のレポート読んだんですよ、文字だらけの。ただ実はダメだって言ってんじゃなくて、ちゃんと理解して注意してくださいねとしか言ってないんですね。もともとレバレッジっていう商品は短期取引のために設計されてると。ただまあその最近違うようなこう、ね、投資信託も出てきてますと。だから注意してくださいね、リスクを考えて素人の人はっていうのをね、まあ、金融庁はちゃんとそういうふうにこう注意喚起をしてくれてたっていうだけでダメだなんて言ってなかったんですね。だからまあそういうことをやった時にやっぱりこのレバナスっていうのがいろいろ注目を浴びてたので、これも再生回ったんだろうなと思いました。はい。でまあこういった動画が多くて、まあ、知りたい調査大変っていう、まあそのあたりがニーズが多いのかなと思うので、まあ、調べたいなと思います。はい。でもね、まあ、これだけだとつまんないんで、なんかね新たな視点も探したいなと、はい、思ってます。はい。でこれからについてですね、まあ、幸いですね、まあ、買えるですね、あれこれなんでだろうとか、あれこれ本当かなとか、こう結構ね疑問に思うこと、疑うこと、知りたいことも多くて、まあいろいろと調べて情報共有をしたいなと思います。だからまあね、まだネタはいろいろありそうだなって思ってて、日々こういろんな情報に接してると疑問に思うことも多いので、そういうのをねこう自分が疑問に思うんだから他の人も疑問に思うだろうなと思うので、はい、やっていって、やっぱ国内外の ETF、 あと買えるの状況の共有ですね、投資の、あと投資に関する情報、まあそういうのを調べて、全然自分金融のプロでも何でもなくて普通の会社員なんで、はい、そんな専門的なことを言えないんですけど、まあ、分からなかった時の自分がいるので、分からない人の気持ち分かるみたいな感じもあるんですけど、ちょっとね最近マニアックすぎる傾向あるんだなと思うんですけど、まあ、そういうのを続けたいなと思います。で最近投資メインですが、おまけコーナーも始めてますね。本当はね旅行系 YouTuber になりたかったんですよ。やっぱ
海外とか好きだし、国内旅行もね好きなんで、でもね絶対無理だなと思ったんですよね。もうこれ普通に社会人で働いてて旅行系 YouTuber でペースでアップロードしてる人いたらもうとんでもねえなと思ったんですね。だからちょっとね別チャンネルで実は旅行系のチャンネル持ってるんですけども、ほぼちょっと前に吉野と紀伊半島のあたりかな、熊野とかあそこ白浜とかを旅した動画がっつり上げてちょっとそれで止まっちゃってるんですけど、まあねそのうち広げたいなと思うので、まあ今ねおまけコーナーでちょっとそのエッセンス入れて、まあ、みんな興味ない人はみんな見ていただかなくていいんですけれども、そういう感じなんでちょっと広げたいなと思ってます。でまあねがっつりアフィリエイトとかやるとやっぱねこうクリックとかしてもらえると入るのかなと思うんですけど、もうそこまで頭回んないですね。なんかねもういろいろ調べてとかそういうのやるのすごい大変なんで、ただね YouTube も登録者数が500人になったらなんだ投稿機能がついて、1000人になるとなんかスーパーチャットとかなんかスーパーサンクスとかねついたんで、なんかねこう急にいろんな機能ついたんで、こんなのできるんだと思ったんですけど、はい。でね、そのうちライブとかメンバーシップってやつですかね、あれね、まあ、やってみてもいいかなと思うんですけれども、ライブとかあんまりニーズあるのかなってちょっとよくわかんないんですけどね、まあ、少し調べてみるけど、まあ、しばらくね時間やれないだろうし、いざライブ始めてみたら参加者ゼロとかだと本当壮大な独り言になっちゃうんで、うん、どうしようかなって思ってます。でもね、まあ、せっかくいろんな機能がついたのでこれも勉強のためにね何か新しいチャレンジしてみたいなとは思っております。はい、ということでね、今日は1000人登録なってましたということで、こういろいろねコメントいただいたり見ていただける方に感謝とそのご報告という動画でした。はい、また次回からねまたいろんな投資に関する情報とか、はい、やっていきたいなと思うので、またぜひですね引き続きよろしくお願いいたします。はい、ということで本日は以上です。どうもありがとうございました。引き続きよろしくお願いいたします。バイバイ。